初めまして。背高いな。何センチだ。168あります。高っ。ヒール履いたら全然負けるレベルや。画面越しでいつも YouTube 見てるんですけど。よく有名人は来ないでしょうか、あんまり。来ます来ます。あ、来るんですね。野球選手も来そうや、ね。スポーツ選手も来るし。ここ来たらもうここに来るみたいな。やっぱ社長好き。あ、はい。嫌いとは言えんもん。嫌いとは言えないよね。嫌いじゃないけど、うん、嫌いとは言えない。不満はない。不満ないです。すごいな。長いここ。ああ、長いんですかね。長いよね。長いかもしれない。どれだい？でも6年ぐらい。6年？長い。めっちゃ長いっす。なんだかんだ。超ベテラン？いや。いや、ベテランですよ。超ベテランやん。ベテランですよ。すげえな。6年も長いな。いや、辞めへん理由はやっぱ社長がいいかなっていうのある。まあ、そうですね。なんか、お父さんみたいな。なるほどね。まだ32なのに。そう。いや、でも本当にお兄ちゃんとかじゃなくて、本当お父さん。すげえな、社長のやっぱ。今日たまたまですか？たまたま。めっちゃたまたま。ほんまに偶然、奇跡やと思ってるもんな。それでなんか社長がこう持ってくってくださいって言ってこの時計も。え？そう。確かに昨日までつけてた。つけてたでしょ。マジか。時計がこっち選んだ。じゃあまあもらおうか。預かりやな、預かり。もらうじゃない。預かってるってだから行ったと借りてるっていうからレンタル。レンタルやな。偶然が重なりすぎて、俺結構週 2,3 ぐらい都内にいたりするんで。おお、なるほど。じゃあ本当に今日いるのも結構たまたまなんですか。昨日ちょうど東京だったし、今日いて、でなおかつたまたまうちのスタッフに電話してやり取りしてたら目の前にヒカルさんいますみたいな。すごすぎる。ありがとうございます。お願いします。石川です。よろしくお願いします。お願いします。五等分の花嫁ね。僕も始めました。今日から入って。あ、そうなんです。今日から。今日からなんですよ。すごいね。夜は初めて。夜初めてです。未体験です。これ初めて。初めてです。すごいな。一番最初やね、もう。緊張してる、やっぱデビュー。緊張してます。しかもこの席でちょっと。緊張してますよ。お客さんはもう着いた？あ、先ほど着かせていただいて。どうやった？どうやった？楽しかったです。じゃあ6年ぐらい前からも出会って、そっからの仲と思います。そうですね。前のお店にいたんですけど、それでたまたまなんかそのお店ちょっとやめようと思って来たら。いたみたいな。来た、いたって全然辞めないんですよね、この店。辞めないよね、女の子とかもね。すごいな。でもこういう業界ってなんかすぐ辞めていくイメージある。辞めないってすごいですね。そうですね。で東京から逆にこっち来ることもいるんですよ、やっぱ。あ、たまにいますね。あとだからうちから東京もに行くっていう、で東京でもじゃ出そうかみたいな感じなんですか。じゃそう、東京行きたいなっていうんで来年。やっぱ東京で成功させるってむずいんですか。って思ってたんですよ。でも結構やっぱ全国的に YouTube とかから東京とかでグループ展開されてる会長さんとか会いに来てくれて、根岸さんに来てほしくないなって言われるんですよ。まあ、なるほど、やりてえから。嫌だなみたいな、怖いなって結構言われて、あ、意外といけそうだなみたいな。で数字とかある程度動き出すときにどこがいくらぐらい売ってるっていうのを聞いたときに、え、意外とそんなもんだなと思っちゃったんですよ。なるほど。そう。どこに出したいですか。場所は銀座がいいっすよね。銀座、銀座は高いもんな。ラウンジみたいな感じですよね。そうですね、ラウンジとかクラブとか。クラブ。で東京行くんだったらまあ2億ぐらい売るんだろうなと思ってたんですよ。ああ、なるほど。銀座のクラブとかって。したらまあ全然そんなことなくて。あ、そうなんですね。そう。あ、お店自体の売り上げは2億いかないんですか。本当有名なところとか、はい、でもその売り上げやっぱり聞くと、うちのいい時にちょこっと行ったぐらいじゃんみたいな思ってたんですよ。あ、そうなんですね。で、かかるのすごいじゃん。高崎でそんだけ売り上げってすごいですね、じゃあ。と思います。数字的には多分群馬で一番余裕で行ってると思いますけどね。じゃあ銀座とか行けるんじゃないかみたいなって思って。いつぐらいやるんですか。来年ぐらいですか。来年の、まあ、夏ぐらいには行きたいなって思ってて。すごいな。それはここからも女の子行ったりするんですか。それとも向こうで募集するんですか。まあ、向こうで募集するのメインで、行きたい子要は東京でちょっとチャレンジしたいって女の子は一緒に行こっかみたいな。募集とかの時役立ちそうやな、俺がな。分からんけどな、広める的で。本当っすよね、すごいパワーじゃん。あ、どうぞ。伊沢さんお越しということで、そのままのことアンディジローいただきました。ありがとうございます。青野のなんか二世みたいな。なんていうの、まあ仲いいからそうめん。あ、そうめん。なるほど。アンディジロー。ヒカルさんに出会えたことに乾杯ということで、そうめんとアンディジローをサービスで出しています。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな音がする。ここも青野のポケットマネーでとりあえずやります。青野大丈夫、頑張ります。5年ぐらいはもう無給料で。お前ずいぶん低月給じゃないかしたら。それどれぐらいするの。じゃあ値段は高い。2つで30ぐらいじゃないですか。おー、高いな、確かにな。なんか社長がかっこよかったエピソードじゃない。かっこよかったエピソード、あ、あります。あれ、あります。あるの。それ欲しい。はい。バースデーの時にサプライズを用意してくれたんですよ。私何か知らなくて、ちょっと外来てって言って外出たら、トラック、バースデーの、なんていう、私の顔が、あー、はい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 、あるある。だってトラックをサプライズで用意してくれたとか。へー、かっこいいことしますね。ねえ。
忘れてたけど、そんな、あ、そういうこともするんですね。そういうこともする、なるほどなるほど、サプライズ好きかもしれない。やっぱちょっと豆なんですよ、そういうところも。やっぱり、うん、大事ですよね。確かに。だからキャストの女の子の誕生日は基本全部抑えてるんですか？あ、もちろんもちろん。すごいな、それ。男の誕生日も抑えてるんですか？男の誕生日も社員はみんなやりますね。マジっすか、はい、200人いる。ほぼ毎日じゃないですか？じゃあ1ヶ月にまとめて、まとめてやるんですか？なるほど。その月の誕生日の社員と一緒に食事行く。あ、それすごい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日もお客さん満帆入る予定なんだと思います。まあ、結構珍しいがられるんですけど、週末とか120分待ちとかなんですよ。キャバクラで予約とかって多分あんまないじゃないですか。あんまないですね。もう予約でバーッと週末。すごいな。で、6年やったってことは、ね、そこそこも幼い。群馬のキャバ嬢だったらみんな知ってんじゃないの？アリちゃんはね。私の映画でも知ってましたね。うん、いや、じゃあ有名なんや。なんて名前なの？アリサです。アリサ。はい。有名なんや。じゃあ、もう知らない。大体、群馬の子はみんな知ってるんじゃないのって。さっきの子言ってたナンバー3の一人と。そうです、そうです。この。なるほど、なるほど。何回も大喧嘩してね。社長と、はい、なんかよく喧嘩する。どこで喧嘩する？じゃあ、なんでしょうね。店で酔っ払って、なんか文句言って、俺やっぱり結構短気なんですよ。なんかそのガーって来られるとムカつくんで、言い返したらペンバーンって投げられた。お客さんに帰っちゃって。ありますよね、そういうの。やばいですよ。昔ね。そう、昔ね、昔ね、はい、昔最近ない。若かった時、最近ないですか？いや、まだ半年経ってない。半年経ってない。6年経っても。でもそれぐらい我が強いから人気っていうのはあるんですよ。そうなんですよ。思いません？やっぱり僕もなんかキャバ嬢の人で人気の人に出会ったこと何回かあるんですけど、全員やっぱ我が強いです、うん、みんなそうっすね。自分を持ってる人ばっかりです、うん、人気の人だから人気になるんでしょうね。そうなんですよね。でも変にドキドキしちゃって、ご飯の砂が行ったのよ。うん、そう、1個目の岩もずくが一番好きなのにさ、うん、岩もずくの味があんましなかったもんな。俺あそこに岩もずくが一番好きなのにさ。緊張するの珍しくないですか？そうそう、なんか慣れたそうですもんね、いろんな人会ってきてる分。そうなんですよ。会うの3回目なんだよ、たま、あの、あ、そうなんですか。一回なんか写真撮ってましたよね、あのレジェンのライブの。そう俺が認識したのは今日が初めてやから、初めて話すみたいな、ほぼほぼこういうのなかったら話さないんですよ。僕本当に付き合いめっちゃ悪いんですよ。例えば同世代で社長がいるって言っても絶対会いに行かないんで僕。絶対会わないですよ。こういう縁がなかったら僕本当誰とも喋らないんで。俺の仲いい社長が多分入江さん関係か分かんないけど、で、ヒカル君とご飯行ったんだよって言って、最初の1時間ぐらいずっと携帯いじってて超ありそうだった。そういうタイプ。本当に。でもだんだん仲良くなって、こんにゃくパーク、あー、いましたね。そう、こんにゃくパークの社長。びっくりするぐらいあれなんですよ、人に興味ないんで。人見知りとかですか？人見知りっていうことは興味ない人と喋らないっていう。自分の興味ある人は喋ったりするんですけど、興味なかったらシャットアウトというか、あんま喋んないです。そうですね。でも逆に愛想悪いからこそ、ちょっと優しくしたいときにめっちゃいいやつに思われる。それで気になること多いんですよ。俺とそこは逆かもしれないね。俺外面がめっちゃいいんで、めっちゃいい人なんですよ最初。でも覚えてないですよ人のこと。もう今日飲んで次の日に会っても分かんないです。病気だと思うけど、多分僕覚えるの得意ですめっちゃ。花束とかそれすごい。ファンの顔とかもほぼ分かるんで、ね、めっちゃ詳しい。あの時来てくれたよなってみたいな話してたけど、すごい。それできるね。それ超嬉しいと思う。だからちゃんと喋ればもう覚えますね。言っときましたよ。言ってきましたよ、みんなつけてあげてねって。ありがとうございます。あれでもすごいずっとカルチャンネル見てて、あ、そうめっちゃ見てるんですよ。めっちゃ詳しいの。姫香ちゃんの、あ、はい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 、お祝い、バースデーのお祝い行ってたりとか。それ以来やもんだって、このキャバクラの。あと焼肉行ってましたよね。うん、LINE、くれて。おー、社長に熱烈な。あ、姫香が好きなんじゃ。姫香ちゃんも好きだし、ヒカルさんももうずっと昔から見てて、うん、そうなの、はい、顔がちっちゃい。でも歯の矯正者顔ちっちゃくなるな。そうなんだ。特にあるな、したの。したした、出っ歯だったんですよ、4本抜いて、うん、俺も4本、あ、ちょっと前して、ちっちゃくなってなるよ、ねえ、ひどい。もう出会った時にはもう終わってたんで。あ、そっか、あ、そっか。いただきます。あ、どうぞもう。何本でも飲んでいいよ。次の注文はじゃあ何にしますか？聞かされないですね。なるほど、青の来るな。お前ちゃんと企画の趣旨聞いてたんだ。青のが言うやったらそれしゃあない、しゃあない。青のが言うならじゃあ最後にあのサロンで。あのこの子にじゃあ仕事ください。マジでよ。値段確かに100万、120万、35万、50万こっちの50、ブラックが30。一番安いそうめんどれぐらいなんですか？ 11 万。ある11万なかったよ。あります。でもこれ、うわ、
ニューテーマ確かにね。青の方が過去するとか、ね、開けるとき。なんか女の子からのポイント上がってるかもしれない。お前何もしてないことですよ。ようこそ高崎でね。ようこそ高崎。皆さん、ありがとうございます。おすごい来た。ありがとうございます。この出会いね。日本ぐらいですかね。コンプリートまで日本ない。大丈夫って言ったけど、伝わったもんね。そうですね。あの人たちちょっと確かに。申し訳なかった、今思った。じゃあ、あと2人女の子をちょっと、2人。入れ替えで。コンプリートで。まあでも言い振りするな、やっぱり。6年目だけやったら。6年目振りやっぱ違うな。青のやっぱ好きなんや、みんな。面白い。やっぱ青のやっぱ人気やな。大人気。動画で嘘つかないよね。青の子、社長やってどっちが好きなの？え、社長でしょ。いつかでもあいつがな、このグループのトップだと思う。ワンチャンあるじゃん。後継者でしょ、あれ、アホの。後継者になんか、今日の爪痕的になんかそんな気がして。何かあったら任せます。任せ。大工がもしも入んない可能性とか、ちょっとその辺に言ってたり。もう入んなそうなのってことは。レッドとかが入荷が結構難しいらしいんですよね。そうなの？そうなんや。入荷がすごい難しいらしい。そうめ？はい。そうなんや。今シャンパン全部じゃない？そうですね。そうなんや。戦争とかの。ああ、なるほどなるほど。で、仕入れの値段も3倍4倍になっちゃってる。すごいな。で、今多分高崎のキャバクラが行ってもこれないよね、在庫が。あ、ないんすか？ないですね。じゃあ青のすごいこと仕入れがしたんや。そうそう、大丈夫。結構。高崎中が多分フレアだと思う。大丈夫。俺が一番フレアだ。すごいな。あ、やったな。飲んだことないからこれとか。あ、そうなの。飲んないです。6年やってる。え、ない。そうなの。ないない。え、すごいやんじゃん。まだ最近だもんね、だって出たの。そうなんですよ。あ、そうなんすね。そうだよね。そうそうそう。サロンはあるの？あります。これはない。これだけないです。すごすごい。じゃ初めて尽くしやったやん。うちのお姉さん舞台。お姉さん舞台すごいファンです。ありがとうございます。あ、YouTube 見てます。あれもちろん見て。僕も YouTube やって。ああ、俺の YouTube 見てくれてんの。桜と光さんよりそうめんコンクリートいただきます。ありがとうございます。これでやっとコンプリートできるもん。コンプリート、すごい。これでやっと青の仕事。今日の仕事どう？今日の仕事どう？いやー、ちょっと死にたいですね。初めて獲得して。今日何日目？1ヶ月半くらいで。あ、それで初めてなの。すごいな、頼まれてすごいことなんですよ。シャンパンは初めて。シャンパン開けるのは初めて。あ、開け、自分で開けるの。はい。開けんだ。もう手慣れですもんね。何年目？あ、ここは3年目です。3年目、長いね。もう出てないじゃん。別のお店のナンバーワンの子で移籍してきて。すごいな。最後最後にひかりさんが聡明コンビニとやりました。ありがとうございます。ありがとうございます。おー、まあこれで心置きなくね、そうね、旅立つことできます。本当に。いい夜になりましたよね。いや、完璧です。うん、確かに。高崎、ほんま満喫した。これ以上ないって感じよな。まあ、ちゃんとこれ、あの僕の、あの記憶に残ってるんで。たまたまどっかで来年の年始とかに会ったときに、ひかさんっつって、みたいな顔されたら。横に青の踊ってくれたら、あの時のみたいな。青ので。はい、青ので。でも、本当に帰ってきますから、僕からのあれが。いや、もうそんなのは抜きにもね、はい、来てくれてね。もうじゃあ、大丈夫。いやいやそういうやつ。頑張ります。おお。もう、まあ、なかなかこれ金額って出ない。出ないです。俺の2秒っす。俺の2秒。じゃあ。俺の2秒、光の1秒。じゃあよかった。370万円。まあでも四捨五入したらゼロみたいなとこある。僕らの単位で言ったら四捨五入したらゼロ。ゼロゼロです、はい。四捨五入するとゼロですね、正直。よかった、ゼロで。なんかすいません。あ、いいいいいい、四捨五入して1号です。ああ、どうぞ。ごめんなさい、ゼロに。まあ、いいっすよ。全然ゼロでも楽しかったんで。来ないですか、コメントで。ゼロかよみたいな。ああ、だから次回頑張ってもらってます。次回頑張る。まあ用意できてなかったと思うんで、急だったんで、そうそう、なかなか頑張れなかったと思うんで。突然だから頑張れなかった。次にあの用意して頑張ってください。ただから高崎のまだターぐらいしか出てないですから。次でかさまでぐらい。はい、一回行った方がいいですね。
もう舐めんなよってとこ、ね、なんかすいません、はい、県太鼓みたいなんですよね。そう、県太鼓、県太鼓。高崎代表なんで。東京に勝ちました。勝てた。ヒカルさんがいたボスには、はい、勝ちました。勝てたんで、はい。群馬代表ってことで。群馬代表でお願いします、はい、今後。まあ、だから出てこいやって感じ。チャレンジャーが出てくることを思って。はい。ありがとうございました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 。また。